わしが天下御免の YouTuber 前田明一、神笠隊15、我ら名古屋おもてなし武将隊はぁ。この度の題目は大河ドラマどうする家康、何故家康は家臣の名前も覚えてないのか。おー、恵比寿クイとは本田戦わずなぜ戦う。こちらの動画を見てもらうと大河ドラマ100倍以上楽しむことができる内容となってるように最後まで見てちょうよということで、大河ドラマ勉強中の神笠隊15号は聞きたいことがあるということで、家康様が静岡から岡崎に戻られたところがございましたが、なぜ家康様はあんなに困った表情で、特に家臣の顔も覚えていないような、ああいったのは一体なぜでございましょう。これはすごく簡単で、現世で例えてもよいか。では生まれがど田舎、何県かっていうとな、そこに悪いからな、ど田舎で、もう6歳小学校上がるまでに、東京都渋谷か新宿か、その子でずっと育ってきて、大学生ぐらいまで、でよし生まれ故郷に帰ろうかで帰ったら、何もないんじゃけど、ここあれ遊ぶ場所もない、みんな古臭い格好をしてる、何ここみたいな状況。故郷に戻ったとはいえ、その故郷をそもそもそこまで知らなかったということでは、その通り、もう全く記憶がないのよ。さっき言うよ、これは人質生活が長かったゆえに、もう生まれたのは岡崎なんじゃけども、もう6歳で静岡行ったり名古屋行ったりで、もう10年以上を他の国で過ごしろ。これは記憶もないわ、家臣の顔もわからんし。覚えとる3歳4歳5歳の時に会った大人の顔。もう、という顔になっちまいますよ。そうだよ、なかなか、なんか会ったことあるかもしれんのみたいな風になると思う。これみんなそうじゃん。ただバッタで、ああいうセリフになってくるし、駿府とえらい違いじゃっていうのがまさに大都市。東京のもう大都市か、ど田舎かぐらいの差がある。なるほど。これもう分かりやすいな。だから街づくりとかもなんかこう引きの絵でな、この街の様子とかもなんか一瞬だけ出てきたじゃん。あれでも明確、岡崎と駿府の違い。だって駿府って道がもう石畳になっとって、交通の、要は道路ではないけど街道整備しとったけど、岡崎整備されてなかったからな。ああ、最後出ました、そういったところでもう街の発展具合の違いも表現しておったというわけだよ。岡崎に今行ったところで、酒井忠次様が恵比寿くいなる踊りをなさっておりましたが、あれは一体何でございましょう。これは現世でもうその宴会芸なんじゃが、大事なのは実際あったかどうかじゃろう。あったのよ、恵比寿クイあったんだわ。はあ、ただ大事なのは内容なんだけど、分かっとらんない。ということはドラマにて踊られていたというのは創作、おそらくこんなものだったのではないかと。さよう、だって思っただろ、現世の宴会芸っぽいなーって多分見とったものが。確かに言われてみれば。目閉じて鮎かな、違います。酒飲んだらどうもない、あんなものは。そりゃ徳川家康も何がおもろいんだってなるわな。もう、ドン引きというか。シラフじゃおもろないんだ。考えたのは多分ない40代のディレクターとかじゃないかな、私が思い行くし。そこはもう想像にございます。想像なんだけど、それに関してもな。ということで、恵比寿クイはあったけども、内容がわからんよってことなんだな。ただこれ大事なのは、じゃあなぜ、その踊りをやっておったのかっていうことなんだな。確かに。これは、おそらく岡崎が、半農半士みたいなもんじゃったからやっとったと。半農半士、半分農民半分兵士、つまり半分武将で半分農民ってことで、もう格好とかちょっとみすぼらしかったし、これ聞いとったと思うけども、年貢っていう税金とかもほとんど駿府に納めてますって言って、で駿府は高貴な感じやろ、もういでたちも綺麗じゃったし、そんな踊りやっとる場面も一個もなかったし、なんならなんか徳川様が遊んどるのもはしたないからやめなさいみたいな、確かにとこじゃったけども、もうあっちは踊りをすることで士気を上げてるんだけども、じゃあなぜ踊りをするのかと申すと、これは五穀豊穣を願うためにある。踊りというのは他にもいっぱい種類があるのよ。戦国時代っていっぱい種類があると、大体五穀豊穣、農作物育ちますようにってやってるわけだから、半農半士半分農民だから、みんなそういう従事しとったんじゃないかな。だから見てわかるじゃん、酒井忠次殿だけじゃなくてみんな踊れた、ということは普段からやっとるってことなのよ。でみんな農作物の田植えとかやった時にやるのよ多分。
武将様といえど戦うだけではないということですか。そうなんだ。だって片田舎の武将の生活と高貴な武将たちの生活の違いが出とって、徳川様は駿府に憧れを持っとるってことだな。これ分かりやすいだろ。はあ、あともう一つございまして、あの三河の武士といえば本多忠勝様にございます。強いな。本多忠勝様も1話に出ておられましたが、うん、あの海まで家康様を追っかけて槍を投げて引きずり回して連れ帰る、あれは誠にあったのでございましょうか。もうこれはな、おそらくドラマオリジナル創作であるというわけなんだが、まず知ってほしいけども、あの時本多忠勝は初陣初めて戦に出たわけよ。要は初登校、初出勤みたいな時だな。で、年齢も12歳。初登校で校長先生引っ張り倒してるようなもんだからな。大事ではございませんよ。おーい、校長、うん、おったなー。だから、その親族の方が申し訳ございませんと。いや、推しが平謝りするのはそうだな。現世でも、まあ初登校であんなことやってみ、そりゃ身内や親が謝り来るぞ。確かに。まさにそういうことが起きとったと。で、これは、まあ、先ほど申したときに、創作であろうと。まあ、絶対とは申さんけど、可能性あったかもしれんけど、もうよっぽどないわけじゃん。で、これは面白いところがござって、初陣の本多忠勝でも、57戦、切り傷がないと。最強の武士だっていうことで有名じゃから、ああいう強そうな感じで描いたけども、初陣の桶狭間の戦いはものすごく窮地ピンチじゃった。どちらかというと徳川家康様の松本純殿の立場が本来の本多忠勝だった。どういうことかと思うと、初めて出たからさすがにな、諸先輩方がいっぱいあるからボコボコにやられたらしいんだな。本多忠勝もボコボコにやられて、うわーやられるっていう時に槍がスパーンと飛んで助けてもらったのよ。で、この槍を投げたのがあの一緒に謝ってくれたおじ本田殿が、危ない忠勝って言って投げて助けてくれたの。ということは実際には忠勝様が戦場でされたことをドラマの中では家康様になさっていたと。うん、むちゃくちゃじゃろう。多分本田の魂がわしはこんな風にやられてないということで、わしはおじと同じように戦えたはずだぐらいな気持ちが乗ったかもしれない。主君とは認めんぞとまでおっしゃってました。あれはちょっとなすごかったな。わしも驚いたけども、じゃああれは逆に認めないということは、認めた時は心強い味方になるという証だから、だから本多忠勝という男は最終的に徳川様の側近になるけども、もう晩年は徳川領の一番端にわざと城を構えて前線で守るという忠義心を見せたから、そういった伏線かなと思います。なるほど。では今後も忠勝様の姿に注目ということですね。その通りじゃ。おぬしチャンネル登録をいたせ。